どうも皆さんこんこにちは少し前からこのチャンネルでも告知をしていたんですけれども「ルミナー a i が本日いよいよ発売となりました。 発売を楽しみに待っていたっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもルミナー ai って何っていう方もまだいらっしゃると思います一言で言うと ai を駆使した写真編集ソフトです私の過去動画の中にもどういうものなのかっていうのをお話ししているものがありますのでそちらも合わせてご覧ください製品リンクはこの動画の説明欄に載せておきます今からそのルミナー ai を実際に使っているところをご覧いただくんですけれども私が今回使っているのは発売前の最終 最終のベータバージョンですその最終ベータバージョンが私の手元に届いたのが12月の8日でしたもうねつい最近のことなので今回発売されるものと内容はほとんど変わらないと思いますただもしかしたら最終の爪でさらにブラッシュアップしている可能性もありますねでは実際に使っているところご覧ください前回のルミナー ai 動画では自然の風景をご覧いただいたので今回は夜景をやっていこうと思います こちらの画像、これを今から数ステップでこんな感じに変えてみようと思います。せっかく LuminarAI を使っているので、まずはテンプレートを使っていきます。こちらのテンプレートタブをクリックします。そうするとこちら側にいろんなテンプレートが現れます。この一番上の段には LuminarAI からのおすすめテンプレートが表示されています。 このおすすめのテンプレートっていうのはこのソフトのセールスポイントである AI 機能が自動的にこの写真のタイプを分析して提示してくれているんですよなので写真ごとにおすすめされるテンプレートが毎回違いますせっかく提示してくれているのでどんな感じになるのか見てみますこちらの大都市の輝きをクリックしますそうするとさらに中に5つのテンプレートが入っています1つずつ見ていきます 凍てつき都会のスリル白黒ストリート写真電気都市ストリート劇場他のおすすめも見てみますテンプレートをクリックして元に戻ります アーバンスタイルを見ていきます旧市街エジンバラトロントメルボルンアビーストリートニューヨーク まあこんな感じでおすすめから選ぶこともできますしその他にもいろいろテンプレートがたくさん入っていますのでその中から選ぶこともできますそれからこちらの get more templates をクリックすると有料にはなるんですけどさらにテンプレートを購入することもできます今回はこちらのシネマ的大ヒット作の中からこちらのねティールオレンジを使っていきますクリックします でこちらの画面の下の方にあるスライダーを動かすと、このテンプレートの効果をどれぐらい効かせるのかっていうのを変更することができます。今日は効果がわかりやすいように100%効果を効かせておきます。今これテンプレートを当てはめただけなんですけれども、ベースはすでにこれでいい感じだと思います。ちょっとここから少し調節をしていきます。こちらの編集タブをクリックします。 ちょっと編集を進める前にこちらご覧くださいこちらにね項目の左側のところに丸い点がついているんですけれどもこういう丸い点がついている項目っていうのはさっきテンプレートを当てはめた時点ですでに変更が加えられてますよっていう印ですちょっとねこちらのライトを見てみますそうするとこのスマートコントラストがすでに25まで上がってますねそれからこちらの補正 AI ここではアクセント AI が50まで上げてあって、スカイエンハンサーが20まで上がっています。じゃあちょっと調節していきます。エッセンシャルの中の構図 AI をクリックします。その中にある構図 AI をクリックします。そうすると今、自動的にトリミングされた状態になっています。 これ、ルミナー AI がこの写真の内容を検知してこれぐらいにトリミングすると全体のバランスがよくなりますよっておすすめしてきているんですけどこれが気に入らない場合はもちろん自分で調節することもできます今回は私が求めている感じではなかったのでちょっと調節します調節したらこちらの構図 AI のところをクリックすると元の画面に戻ります それからこの写真35ミリ換算で広角24ミリのレンズで撮影した写真なんですけど、元画像では少しビルのラインが歪曲しています。これが気になるっていう方はこちらのプロフェッショナルタブをクリックします。この中の光学をクリックします。そして自動歪み補正にチェックを入れます。 そうするとこちらの「目」のアイコンをクリックします。元画像がこんな感じです。で、補正後がこんな感じです。今回は元画像のままやっていくので元に戻しておきます。じゃあもう一回エッセンシャルに戻ります。こちらの「ライト」を選択します。 今全体的に画像が暗いので露出を上げていきますこれぐらいにしておきます次ちょっと画像を拡大します画像の上にカーソルを合わせてクリックすると拡大します この写真コンデジでしかも手持ちで撮った写真なので拡大するとどうしてもアラが目立っちゃいますもっと建物のラインをビシッと際立たせたいのでこちら詳細をクリックしますこの中のスライダーを少しずつ動かしていきますこれもちょっとやりすぎるとノイズが目立ってきたりするので要注意です ちょっとこの詳細の効果を聞かせる前と聞かせた後の変化を見てみますこれが効果を聞かせる前ですでこれが効果を聞かせた後です少しノイズが出てはいるんですけれどもラインはシャープになってますねそれでは全体像に戻します画像の上にカーソルを合わせてワンクリックします 次はもう少し色を鮮やかにしたいのでこちらのカラーを選択します彩度を上げます結構上げちゃっても良さそうですねで、自然な彩度も上げておきますちょっと色のコントラストがついたと思います で、もう少しオレンジとか黄色の彩度を上げたいので、こちらの HSL というところをクリックします。で、こちら色相と書いてあるんですけれども、この右側の矢印をクリックします。ここで彩度を選択します。そしてオレンジを上げていきます。そして黄色も上げていきます。ちょっとわかりやすいように多めに上げておきます。 で次は黄色とオレンジのライトっぽさっていうのかな、輝きをもう少しアップさせたいので、こちらのルミノシティを選択します。そしてオレンジとイエローを上げていきます。こんな感じですね。じゃあちょっとカラーの変更を加える前と加えた後を見比べてみようと思います。このボタンをクリックします。 これがカラー変更前ですこれがカラーの変更を加えた後ですだいぶカラーのコントラストが出ましたねでその他にもこのクリエイティブタブの中にある項目を使って特殊な雰囲気に仕上げていくこともできますちょっと試しに見てみましょうクリエイティブタブの中から神秘的をクリックします 適用量を上げていきます。わかりやすいように100まで上げていきます。こういうね、もわっとしたドリーミーな感じになってますね。元に戻します。次、ドラマチック。適用量100まで上げてみます。こういった特殊系の効果もルミナー a AI はスライダーを動かすだけでやってくれますので、とっても簡単です。戻しておきます。 今回も写真を一枚一枚完璧に仕上げていくっていうわけではなくて、Luminar AI の機能を全体的にさっとご覧いただけたらなという感じでやっていますので、この写真は今回はこれぐらいにしておきます。それでは今のところで編集前と編集後を見比べてみます。こちらの目のアイコンをクリックします。編集前です。編集後です。編集前です。編集後です。 今いろいろしゃべりながらやっていたのでちょっと時間かかったんですけど実際行ったステップはテンプレートを当てはめて基本項目少しとカラー調整を少し行っただけなので実際はね2分3分かからないんじゃないかなと思いますでは次の写真ですこの写真はテンプレートを使わずに仕上げていこうと思います見ての通り空がつまらないのでまずはルミナー AI の人気機能スカイ AI 機能を使って空の表情を変えておきます クククリリエイイティブタブタの中からスカイ AI をクリックします。空のセレクションの中から入れ替えたい空を選択しますこの写真は夕方の写真なのでサンセット系の空から選んでいこうと思いますちょっといろいろ当てはめて見ていきましょうドラマティックサンセット1ドラマティックサンセット2

この写真の場合は山と空との境目とかも全く違和感なくワンクリックできれいに空が入れ替わったんですけどもし元写真とうまくブレンドされなかったっていう場合はこちらの下のスライダーを調節することでうまくブレンドすることができます。 で空の種類なんですけれども今こちらでご覧いただいたように元から入っている空を使うこともできますしカスタムの空画像をロードというところから自分が撮った写真をアップロードして使うこともできます。さらにこちらの新しい空の画像をダウンロードというところをクリックすると空写真の販売ページに飛ぶのでそちらで素材を購入することもできますではもう少しし調節していきます。 こちらのエッセンシャルタブをクリックします補正 AI をクリックしますアクセント AI を上げていきますスカイエンハンサーも上げていきますこのアクセント AI っていうのは露出とかシャドウ、ハイライトなどの基本補正をまとめて AI がやってくれるという機能です で次スカイエンハンサーなんですけどもこれはね空の存在感をアップしてくれる機能になりますもうちょっと上げておいてもいいかなで次風景写真をクリックしますこちらのゴールデンアワーっていうスライダーを上げていきますわかりやすいようにとりあえず100まで上げますちょっとね夕方の雰囲気が増していると思いますちょっと100だとやりすぎなので下げておきます それでは編集前とちょっと見比べてみますだいぶ雰囲気変わってますよね さて今回使ったルミナー a i の特徴はというとスマホアプリのような感覚でとても簡単に使えるというところです使うエフェクトによってはもちろんマスク機能もあるんですけどレイヤーとか難しいことはすべて AI 任せなのでドラマティックな編集が時短かつ簡単に行えますでこのルミナー a i すごいのが多分メーカーさん自信があるんだと思うんですけど購入後使用してからも30日間以内であれば 返品が可能です。なのでとりあえずちょっと使ってみたいんだけどっていう方もぜひ一回ダウンロードして自分の写真を編集してみてください。私もまた来月ぐらいにこの正規品を使って編集動画をアップしたいなと思っています。それでは今回はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方ぜひまたいいねボタンで教えてください。それから Instagram の方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかは Instagram s t ー r i e でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。